連合軍はアレスと総比を激闘の末破った。仲間となった豊臣秀吉らは連合軍に貴重な情報をもたらす。オリンポスの主神ゼウスがついに降臨するという。この異界を作り上げた意図を知るため、そして何よりも人間と神の戦いを終結に導くため、連合軍はゼウスとの対話を目論。連合軍はゼウスが降臨する場所に向かい、その時を待つ。異界の運命は神との対話の成否にかかっていた。ついにゼウスさんに会えるんですね。ちょっと緊張します。この世界で何をしようとしているのか素直に話してくれればいいが。正直難しいかもしれんの。じゃが敵を知っておけば今後の役に立つじゃろう。アレスとアテナも本気を出してくるだろう。皆心してかかるのだ。そんなの言われなくても分かってるっつーの。これは俺たちの未来を左右する大事な戦だ。神との喧嘩気合入れてかねえとな。さあ俺もガチだぜ。頼もしいの。それじゃ行くで。ゼウスの顔絶対に拝んでやるんじゃ。あいつら来とったか。やっぱり鬼は当たりっちゅうこっちゃ。カズカとしてアレスたちの先遣隊でしょう。今のうちに霊の地を挟む。ゼウスさんとっても偉い神様なんですよね。なんでここに来るんでしょう。それは今から本人に聞けばええ。アレスたちに邪魔される前にな。敵の頭に直にやって決着つける。マジしびれる。安心するのはいいが役目をおろそかにするな。俺たちは味方が霊の血を抑えしだい守備に向かう。やるじゃねえか。その調子で攻めやがる。降臨地点を抑えろだ。暴れるだけでダメなのかよ。そうみたいだね。ちゃんと周りを見て動けよ。残念。大切な場所を誰にも奪わせない。私が討ち取った。もう何も奪われたくなかった。失せろ。我が知略に挑むとは無謀だな。いいね。その調子で頑張んな。
違ったわ。よっしゃ、ゼウスが降りてくる場所は抑えたな。なぜ奴らがいる。ここはそれがしよ。守りに当たっていた人間どもはどうした。秀吉に先手を打たれたのだ。神が人間に翻弄されるとはな。連中も来たか。かあ、なんちゅう数じゃ。奴らにとってゼウスの降臨はそれほど重要なことなのでしょう。全軍降臨の地を守れ。敵を一人でも入れれば敗北と心得よ。総比、これは貴様の失態だ。人間の過ちは人間の手で正す。ならば彼の血を奪い返せばいい。皆が頼りだ。はい、見てください。上等だ。突き進め。体張って守り抜いてやる。任せる。例の場所を取り戻すなんて言われても正直気が乗らないんだよな。カナダの戦。それでも任は果たすべきである。命令違反は厳罰に処す。皆さんでお出ましとは一筋縄じゃいかないみたいだね。上等じゃねえか。こっからが本番だぜ。スタッタリ。相手にとって不足なし。この右分足と厳正なる勝負やめとおく。終わりだ。私が負けただと。その腕尊敬しています。李万世、またの名を勘が冴える男ってか。どこかに気の緩みがあったか。今は何とか守れています。ですが敵の増援が続けば押し切られましょう。このままだったらいずれ全滅っちゅうことが。こいつらなんとか短期決戦に持ち込めんか。奴らはゼウス降臨前に型をつけたがっているはず。我らが攻勢に転じれば乗ってきましょう。カナダの戦ご覧あれ。まずいね。はよ頼んじゃ。それがしは総比殿のお考えに従うの。誰に敵であろう許しません。今日はダメだ。調子いい時にまた頼むわ。やった、戦もはかどるわ。敵に出迎えさせる気か。そろそろ
敵も尻を切らす頃じゃない。いや、今なら食いつくでしょう。私が餌と思います。三成、全員に切れて出てきた。望み通り撃ってやろう。じれたのはどちらだろう。我らも続くぞ。よっしゃ、魚が食いついたね。三成を援護しつつ敵の主力をたまげ。行くぜ。アチの喧嘩だな。男福島殴り込むぜ。三成の目論見が当たったか。なら次は俺たちが決める番だ。図に乗るな三成、すぐにひれ伏させてやる。いいね、その調子で頑張んな。待っててください。これを釣り出していい気になっているよ。人間の浅はかな策などお見通しよ。神でも負け惜しみを言うのか。そんなくだらぬ言葉は来たる父親に聞いてもらえ。三成殿の策は実に見事だ。決戦に持ち込み勝利を引き寄せると。そうですね。なんか空気はピリピリしてきたような。光何でしょうか。ようやくわしの力を受け入れられるだけの準備が整ったか。ルキのせいで余計な時間がかかったわ。すっかり待ちくたびれたぞ。ここが新たなるわしの世界というわけだな。それは違う。私たちは理由も聞かずあなたに従う気などない。ここで何をしようとしているんですか。さて、知りたいなら力ずくで吐かせてみるか。うせろ。父上、人間どもめ、俺に恥をかかせやがって。おお、ありがずですか。イラクキラキラしとるな。人間よ、全力で来てくれて構わない。タデ、け、なんていう威圧感だ。これは私たちの手に負えるんでしょうか。うわ、こっちに来おれ。超支流一心を担当して守り抜かん。その腕尊敬しています。真田の軍略堪能したぞ。あれが神のてっぺんかよ。ガチでやべえ感じじゃねえか。今まで気がつるとものが違うぞ。私困ってます。助けてください。このままではどなたか五十六狙いたい。破れてしまうのか。我が君に逆らう者は誰であろうと許しませんわ。力を合わせましょう。はい、待ってください。力を及ばずか。申し訳ございません。
ての仲間と戦うのは辛いものですね。燃やし尽くせ。未来は俺たちが燃えよ。我が家に我が魂に ここに来た。わしら人間に何をするつもりなんだ。そうだ、拳で語りに来たというのはどうだ。人間とは分かり合うために争うのだろう。任せる。マサミみたいなことを。とにかく話をするつもりがないのは分かったで。貫き通すよ。やるじゃねえか。その調子で攻め上がれ。真田の戦ご覧あれ。獣の相手などうんざりですわ。ままならん。燃やし尽くせ。
楽しかったぞ。またいずれ会おう。人間のように振る舞っとるが、凄まじい威厳じゃ。ああ、なんともつかめんやつじゃ。ゼウスの力、あれほどとは。でも本気ではなかったみたいです。私たちの力を試していたような。ふん、ふざけた神だ。わしらもアレスたちには十分対抗できとったし、もうちょい力をつけりゃきっとなんとかなる。あっちの戦力もそげたしの。あー、始まる前から嫌な予感はしてたんだ。まさか負けて捕虜になるとは。敗者は勝者に従うのみ。煮るなり焼くなり好きにせよ。だったら一緒に来てもらおうか。ギレオス様のおっしゃる通り、俺たちには戦力が必要だからな。まあこうなった以上仕方ないよな。わかった、これからよろしく頼むぜ。不分則、不法を厳に戒めん。予感的中お手の物。林万世とは俺のこと。完璧よ。うまくいったか。なるほど、我らの元に残された腕輪はただ一つか。旋回の助力を受けた人間たち、そしてロキ、わしに逆らう者はまだまだ多いというわけだな。申し訳ございません、私たちの力が足りぬばかりに。そう気に病むな我が娘よ。この方が面白くて良いではないかなあ。だがアレスよ、人を騙すのならばもう少し知恵を絞らねばな。彼らはなかなかに頭が回るぞ。はい、父上。大変です。ロキが前線の城へ向かって進軍中とのこと。アレス軍も別の方向から攻め寄せています。双方を同時に相手にせねばならぬとは。戦場は地獄と化そう。前線が崩壊すれば今後の戦いが不利となりましょう。急ぎ防衛に向かわねば。何か用か、氏康。今早馬から報告があってよ、妖魔に襲われてる村があるらしいんだが、村の連中が奇妙な術を使って妖魔の猛攻を食い止めてるらしい。ちょっと調べに行ってくれねえか。よかろう。お化けさんよ、くれぐれも妙な気起こすんじゃねえぞ。ったく、他人との修行はくたびれるぜ。睡蓮だっつって俺に泳ぎを教えさせるかよ。ま、しゃあねえな、これもダチのためだ。
人が集えば様々な問題が起きる。それを事前に戒める役が必要だ。ユキン様、わかります。宴に興じるならただ楽しく過ごせばよいものを、そこではなぜかいさかいが起こってしまう。私たちでその連鎖を断ち切らねばなりません。いいなど、そうだ、我らで宴という宴に参加し、場の空気を固く、そして厳に戒めん。はい、まずは宴の予定を把握しましょう。いつどこでどれくらいの規模で行われるかを調べ、我らが事前に乗り込むのです。うん、我らが先に到着していれば宴も厳粛な雰囲気となるだろう。ええ、騒ぐ者など誰もいない厳かで静謐な集いを実現するのです。